はい、どうもこんにちは、メグです。本日の動画は100均コード収納比較になります。今回の動画ではコードをしまう場所に使う収納アイテムの比較ではなくて、コードを止めておくものに使うアイテムの比較になっています。それで今回ダイソーとセリアでいろいろな収納アイテムを購入してきました。まずそちらから紹介していきたいと思います。どうぞ。今回の比較で比べるアイテムはこちらのアイテムたちになります。すべて100均で買えるものになります。こういったコードを止めるアイテムですね。コードの止める方法としてはざっと6種類ぐらいあるんじゃないかなと思います。まず一つ目にマジックテープ、マジックテープで止める方法。だいたいヘアアイロンとかあとドライヤーとかはこういうねマジックテープがもともとついているものが多いですよね。そして2つ目はこういったマグネットタイプ、マグネットでくっつけるアイテム。3つ目はクリップタイプ、クリップのアイテムで挟むという方法。そして4つ目、止めるタイプ、なんて言ったらいいんだろう、これは引っ掛けるとでも言ったらいいのでしょうか。そして5つ目にねじって止めるタイプ、中にね芯が入っていてくねくねと回してねじって止めるタイプのもの。6つ目は結ぶ、輪ゴムとかあとヘアゴムとかで止めちゃう方もいますよね。この6種類の方法があるんではないかなと思います。我が家は5人家族なので様々なコードがお家にあります。5人家族じゃなくてもコードって何気にたくさんありますよね。携帯だったりとかパソコンだったりとかゲーム機だったりとか、もうその他もろもろたくさんコードがあって、我が家にも多分何十本かあるんじゃないかなと思います。それで今日はいろんな種類のコードを用意したので、実際にこちらのアイテムを使って止めてみて、どれが一番使いやすいか、どのコードにはどういったアイテムが使いやすいかというところを検証していきたいと思います。ぜひケーブル、コード類の収納の参考にしていただけると嬉しいです。それでは早速スタート。今回コード比較をするにあたってコードを何本か用意しました。まず1本目がこういった短めのコード、これはイヤホンのコードになります。2本目がこちらの 1.5 メートルの携帯の充電コードになります。我が家はこのね 1.5 メートルのものを使うことが多いです。次も携帯のコードですね。こちらは1メートルの長さのコードになります。これぐらいの長さのコードを使う方結構いるんではないでしょうか。次がこちらの15センチのコードになります。100均だとだいたい30センチ50センチぐらいの携帯コードが多いのかなと思います。まあ携帯の充電コードではなくてもこれぐらいのコードって何気にたくさんありますよね。そしてイヤホンのコード、ちょっと長さは測ってないんですけれども、こういった細めのコード、そしてこちらのストレートアイロンのコード、まあドライヤーとかアイロンとかそういったものはこれぐらいの長さのものが多いんじゃないかなと思います。でもだいたいこういったマジックテープが付属でついていることが多いですよね。今回の検証ではよく使うアイテムたちの、コードを止めていきたいと思います。まずはこちらセリアのコードクリップミニ3個入りになります。サイズが約縦42センチ横36センチ厚さ15ミリになっています。こちらはミニサイズで大きいサイズのものもありました。次がこちらセリアのマグネットホルダーで2個入りになります。こちらは他のカラーも売られていました。こちらはセリアで購入した連結用両面テープフリーカットというものになります。好きな長さで切って使えるというものになります。こちらセリア書き込めるケーブルタイで4つ入っているものになります。カラーがホワイトとグレー、大きさが2センチ×15センチになっています。使いやすそうなサイズ感ですね。書き込めるっていうのがいいですね。そしてこちらセリアコードホルダーショーの 3P というものになります。こちらはもうすでに我が家で使っているものになります。こちらですね、これはミニサイズで大きいサイズもあって、大きいサイズはこちらになります。こう引っ掛けてあるものですね。パチッと止めれるものになります。こちらはセリア形状記憶コードバンドミニタイプ3本入りになります。こちらは2本入りの長いタイプのものもあります。カラーがブラックとホワイトになっています。なんか触った感じ柔らかいけど芯があるようなものですね。こんな感じでくるくるっとねじって使うものになりますね。まずはこちらのクリップで挟むタイプ、
短いものだと見ての通りスカスカで使えないですね。50センチのコードでもスカスカですね。1メートルぐらいだと挟むことができますね。 でも若干このねバラバラってなるところが止めづらい。ちゃんとここでグッと押さえて止めないとって言っても止めれない、結果止めづらいですね。少しちょっとコツがいりますね。グッと止めて挟まないといけない。なかなかねさっと挟むのは難しいですね。そして 1.5 メートルのコード、硬さがあるものだったらパッと止めれますね。そしてイヤホンの細いコード、細いコードはまずまず長さがあるんですけれども、やっぱり止めれないですね。これはある程度太さだったり長さがあるものしか向かなさそうです。こちらはヘアアイロンのコードになります。これぐらいの太さになってくるとミニタイプではちょっと止めれないですね。今回こちらミニサイズしか買ってこなかったんですけれども、これの大きいやつだったらパッと止めれそうですね。次がマジックテープタイプのもの。まずは短いコード、つけるまでもなく不便そうですね。こちらのものはめんどくさいかも。使うならこっちの切り取れる方かな。今短めにカットしてみました。もうまずまずいい感じに止めれますね。やっぱ短いコードはね、長さが短いものじゃないとダメそうですね。次に50センチのコード、まあ問題なくつけれますね。次が1メートルのコード、なんか若干手間な感じがしますね。次に 1.5 メートルのコード、止めれるは止めれますね。ただ楽ではないです。そしてヘアアイロンのコード、ヘアアイロンのコードはもともとねマジックテープがついているので使い勝手は変わらないかな。ただねここに固定されているので、その分もともとついているものの方が使いやすいですね。今回は購入しなかったんですけれども、片方に固定できてつけれるマジックテープのものも100均に売られています。次はこちらのマグネットタイプ、もう短いコード、一瞬でつけれます。落ちてきたりもしないですね。ちょっとなんかくっついてくれてる感じがします。そして50センチのコード、めちゃめちゃ楽ですね。これ1メートルのコード、これもいい感じですね。携帯の充電器にこれかなりいいですね。 1.5 メートルのコード、もはや一瞬で止めれます。イヤホンのコード検証にいらなかったかな。そしてイヤホンのコード、ちょっと細いからバラバラっとしちゃいますね。もう一重ぐらいしたらいけるかな。いい感じに止めれますね。え、このマグネットコードめちゃくちゃいい。マグネットコードとは言わないか、マグネットホルダー。こちらヘアアイロンのコードになります。これは太さがあるからちょっとこの子じゃ止めれないですね。そしてこちらのコードホルダー、こちらはサイズが2種類ありますね。短めのコード、小さい方でいけるかな。ここがちょっとやっぱ硬いのが嫌ですね。しっかり止めれますね。これはね取り外しがちょっとめんどくさいから、あんまり使わないコードとかならいいかも。次1メートルのコード、これちょっとゆるゆるですね。ここまで折っちゃうともうこれは使えないですね。こっちかな、あれちょっとなんかな、この取り外しが気になる。で次は 1.5 メートルのコード、このミニサイズの方は中に留めるとこがないんですけど、大きい方は留めるとこがありますね。コード本体につけておくことができますね。それかなり高ポイント。この状態でこうして留めることができる、ちょっと便利ですねこれ。で次はヘアアイロンのコード、まあ小さい方はつかないですね。止めれるといえば止めれるんですけれども、頑張れば太いコードも入りますけれども、どうだろうな。ちょっと流れでやってみます。どれだけスムーズにコードをまとめれるかが重要ですよね。まとめて、どうだろう、
使いにくい。ちょっとなんかやっぱここがしっかり締まらなかったりするから、このホルダーあんまり好きじゃないかも。次はねじるタイプのものですね。短いコード、ミニタイプの方で十分かな。これめちゃめちゃしっかり留めれますね。いい感じ。50センチのコード、適当にやってもいいからこれいいな。一瞬でつけれますね。1メートルのコード、もう一瞬でつけれます。ちゃんとね、留めれてなくてもこんな雑な感じでも止まります。そして50メートルの長い充電コード、こちらもいい感じに留めれますね。そしてヘアアイロンのコード、これは長い方で留めた方がいいかな。あ、これも楽に留まりますね。そしてこのちょっと忘れかけていたイヤホンのコードは短い方で、こんな感じですね。これめちゃくちゃいいじゃん。こんな感じで今このね、5種類のパターンを試してみました。ねじるタイプ、マジックテープタイプ、クリップタイプ、マグネットタイプ、留めるタイプです。この中で私的に1位だと思うものを発表したいと思います。もう動画の流れで皆さん予想はできてるかとは思うんですけれども、今回の1位はこちらの形状記憶コードバンドにしたいと思います。ただね、今日初めて使ったので長く使ってみないと実際わからないところもあるんですけれども、今使った感じではかなりいい感じに留めれました。太いコードも短いコードも中ぐらいのよく使うコードもいろんなものにね対応できそうな感じがします。ねじるのって結構めんどくさいのかなと思ったんですけれども、見ての通りね、まあ一瞬で留めることができるんですよね。ということで今回の私の一押しのコード収納アイテムはこちらになります。ただね、これカラーが2色展開なのが私的に嫌です。全部ホワイトが良かったなと思うんですけれども、中にはねブラック好きさんもいると思うので、まあモノトーンいいんじゃないでしょうか。最後に番外編アイテムとして、こちら楽天のモノトーンさんというショップで購入したケーブルタイになります。こちらはね、中にマグネットが入っているので、マグネットがくっつく場所、冷蔵庫だったりとかホワイトボードとかに貼っておくことができます。1メートル、こんな感じで留めてペタッと貼ることができます。めっちゃ可愛くないですか、この見た目。なのでデザイン的にはね、このモノトーンさんのものがめちゃくちゃ気に入っています。ということで今回はコード収納で使える100均アイテムを比較してみました。いかがでしたでしょうか。今後100均購入品いろいろな比較をやっていきたいと思っていますので、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録、いいなと思ってくださった方はグッドボタンを押していただけると嬉しいです。ではではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。本日もご視聴ありがとうございます。